はい、ひよこまるです。今引きそう水曜日からですね、始めていきますよ。水曜日午前の講義をサボってテーブルに突っ伏してます。部室、テーブルにはいろんなお菓子が置いてありますけど、食べる気にはなれない。そして一冊ノートを発見。キャンプ場利用者ノート、みんなが行ったキャンプ場のものを開いてみます。ぼんやり目で追ってると、噂の屋敷に似てくる美女のようなので盛り上がるぜ。言語たちは書いてなかと思ったが、月々はそれよりも前になってる。参加者の欄を見ると、関東芸大美術学科3年。焼身自殺のニュースを思い出します。関東芸大の学生でしたね。まさか美女を飲むと焼け死ぬと言っていたな。まさかこのこのノートとニュースを見てそう思ったんでしょうかね。このノートに書き込みをしたものと焼身自殺をしたものが同一人物とは言えない。すげえ飛ぶ。聞くよこれ。黒い女が見えた。おー、声を出しそうになった。わあ、ドンピシャ。マサトも同じようなこと言ってたね。あなたは誰って聞かれた。と書かれてると。こらびっくり。僕は昨日の夜に聞いたのと同じ。僕ビジョンなんか飲んでないよ。どうして同じ声を聞くんだ。ただの偶然か。ノートの一番下には名前。三上良平。三上という男に話を聞けばわかるかな。すると、別室にアスカが入ってきたよ。どうした、顔色が悪いぞ。いや、なんでもない。無理やり笑顔を作ります。それ、読んだのか。はい。アスカは僕が当てにしていたノートを指さしました。勝手に持ってきた。黒い女が見えたのかな。バカにしてら。アスカに黒い女は見えてないよ。魔族だけに変な症状が現れてるっぽい。あのキャンプの時さ、アスカ以外はみんなビジョンを飲んだのか。ああ。それじゃあ、カズコの様子はどう。どうって。どうない。今1ピンと来ていないよ。具体的に聞いてみよう。なんか体調が悪くなったとか。とか。別に。腹が痛くなったとかいう話は聞いてないな。ないみたいです。特に和子には何も起こってない。マサのことをアスカに話そうと思ったけどやめました。相談するならみんなの時に。一つおかしなことがあった。ここんとこ和子がやたらと手料理を食べさせたがるんだよ。料理なんかしない女だったんだけどな。のろけかよ。まあだけど見た目がいまいちでさ、軽く気流しとこう。忙しいってことで断ってるんだ。かわいそうに。正直、すげえディスられてる。家庭的なことも付き合ってみたいよ。付き合いが長いってのも一長一短だな。明日かの愚痴は続きそう。そんな時に選択し、彼の話を聞き流しながら僕は、家族の笑顔、家族の弁当を思い浮かべた。まなみの手料理を思い浮かべた。代わりの作ったフルコースを思い浮かべた。まなみですね。これが身でやっております。彼の話を聞き流しながら僕はまなみの手料理を思い浮かべたよと。まあ、まなみが作ってくれたら何でも食べちゃう。何でも嬉しい。まあ、アスカは贅沢者だな。人の声を無限にできるのだから。今の話、アスコには言うなよ。はい。まあ、そんな話をして、部室から、退出。はい。んで、人目を避けて来たらこんなとこに来たよ。薬を飲まなきゃいけない時間だ。薬はビジョンのように怪しいものじゃないよ。まあ、今一つ聞き目がないような気がするんだよな。まあ、この辺はどうでもいいとして。ビジョンを飲めば何かが起こるというものだって、ただの思い込みかもしれないしよ。岡島の守りに頼りたくなるな。あの効き目を味わうと、あの薬に、戻れなくなっちゃうな。よし、薬がある。確認。よし。おっと。なんか声が聞こえた。僕だけしかいないよね。後ろを見ると誰もいない。
いや、気のせいに違いない。疲れてるよ。薬飲んで休もう。おっと、バッグに入れた手が引っ張られた。思い切り腕を振りました。バッグから手を抜いた。バッグに誰かいたよ。なんでそんなことが。アリーナス。でも今起きたよね、絶対に。恐る恐る引き抜いた腕を見ると、手跡が残ってる。怖い。いや、自分に聞かせるんだな。震える拳を開くと最後の守りがある。もうこれしか聞かないぜ。バラフィンをちぎり薬を一気に飲み干す。いや、苦いっす。何度か飲み切ったが変な感触が喉の奥にこびりついている。喉を洗い流そうと水を飲む。これで大丈夫。守りを飲めば大丈夫。手首に残った指の跡は吸い込まれるように消えていく。怖いやん、そんな。今まで僕を支配した不安も嘘みたいに収まる。この薬はいい。本当によく効くぜ。はい。ってなことがあり？うん。今までに見たシーン。まだ新しい展開は特にないかな。中庭を歩いているとベンチに座っている家族を発見。バスケットを持ってます。アスカにお弁当作ってきたんだけど今日も食べてもらえなかったの。残念。そうなんだ。気まず。でも座ろ、心配だからさ。好きな人とかできたりしてないよね。何か知ってるの？さっきの話を思い出す。選択肢ですね。アスカは浮気なんてしてないって。気にならない、直接聞いてみれば。なんか悩んでるみたいだったよ。攻略様を見ると、アスカは浮気なんてしてないって。あ、初めて選ぶ選択肢か。アスカの口ぶりを考えるに今後のことはわからないが、少なくとも今はしていない。こういう時に余計なことを言うよりも、ひとまず安心させた方がいい。これはマナミの相談に乗っているうちに分かったことだった。京介と付き合っている頃はよく男の立場に立った意見を聞かれた。耐えられるのは嬉しかったものの、その度に胸が痛んだことを覚えている。それならいいんだけど。この類の相談をするときは大抵が安心したいときだ。なるほど。結局問題については二人で解決するしかないのだから。私、もしアスカに振られたら。和子は思い詰めた顔をしてる。なんだかかわいそうになってきたなぁ。僕は黙って彼女の言葉を待った。アスカの家の前で焼身自殺でもしようかしら。いや、なんてこと言うのよ。怖いこと言わないでくれよ。いや、本気で心配になるわ。焼身自殺で抗議とかする人がいるでしょ。あの理由ってわかる？それだけの覚悟で訴えてるってことなんじゃない？なんじゃない？よくないこと聞くね。マルコゲになってもなかなか死ぬことができない。だから焼かれて死んだ人間はたたるのよ。痛くて辛くて恐ろしくて、そりゃたたるわよ。ガチじゃん、怖。わかる？相手を呪うのなら焼身自殺がいい。それじゃ、怖いっす。なんかすげえ意味深なことを言って去っていく。ふと時間を確認しようとポケットを探り、携帯がないことに気づく。カバンの中もない。落としたかな？最後に携帯使ったのいつだったっけ？とりあえず物室に戻ってみよう。物室の明かりは消えてる。しかしドアに鍵は変わってない。不用心だね。オープン。ドアの隙間から覗くと香りの姿。部屋には彼女だけ。香りかよ。香りだけしかいないの？どうしようかな。代わりは僕に気づかないように一心不乱に手元に携帯をいじってるよ。僕にメール送ってんのかな。代わりを見ると、あれ僕の携帯じゃね？なんなん？代わりは僕の忘れてた携帯をいじってる。何してんだよ。携帯忘れちゃダメだって。私のラブメール受け取れなくなっちゃうし。は？勝手に触るな。ちょっと見てただけだって。バカならさ。
未来どこまでメールはないけど。ああ。マナミからもらったメールが勝手に消されてるよ。なんてことを。選択肢ですね。僕は、携帯を操作してどこまで削除されたか調べた。力いっぱいテーブルを届き代わりに凄んだ。代わりのペースに乗らないよう無言になった。これ見たいですね。B。力いっぱいテーブルを届き代わりに凄んだ。これも見たやつだな。そんな様子を借りよう。面白がってさえいる。いいじゃない別に。それより私のメール、全然保存してない。いい加減にしろ！プジャー開けるな。やっていいことと悪いことの区別がついてないの？7。懲りずに、またメールやら電話してくるに違いない。腹いせのつもりで携帯の電源を切る。代わり一人残した物質を後に。なんだし。頭が、もう全部代わりのせい。お守りもうないし、病院行こうかな。お守りをもらうため病院へ。ポンポンと、ポンポンの展開が。病院の敷地に足を踏み入れると、一瞬だけ熱気をはらんだ風が動く。今びきその黄色い花弁が一斉に揺れた。黄色い樹、花畑を踏み分け、僕は足早に院内へ入った。僕だけですね。診察券を出して椅子に腰を下ろす。なんか、本棚の本でも読んでみようかな。なんか面白そうな本がいっぱいあんね。現代本草学、伝統的処方の診療内科への応用、近代漢方研究、心を落ち着かせる暮らし、江戸散歩旅行記。手に取ってみようとすると、背後に人の気配。何やつ。うわぁ、痩せた男が座ってる。あいつじゃん、山本じゃん。目だけ動かして僕をじーっと見てるよ。怖いなぁ、怖いなぁ。何ですか？なんだしなんだし。山本は不気味に可愛いが見る。例のほら、鬱陶しい女。あいつは俺を見張ってる。どう思う？ほう、なんかすごいこと言う。まあ、それも、幻覚なのかな？曖昧な言葉でお茶濁す。山本は僕の返事なくて関係なしに話を続ける。だってさ、聞いてよ。女がさ、聞かないよ。私を見ていてとか誰かにつきまとわれる不快感、その部分については理解できる。僕も代わりの存在に悩んでる。彼女につきまとわれたせいで僕の精神は病んだ。まあ、映画館でおかしなものを見るし、変な女の声聞こえるし、とんだ災難だ。牧村さん、診察室へどうぞ。はい。山本は話をやめない。問診ですね。どうですか、調子は。あの薬を飲むとすごく楽になります。そう、もうお守りを使ってしまったのね。なんだか飲んだのがいけない口ぶりですね。本当に聞きました。また出してもらえませんか。まあ、ダメそうにされると飲みたくなっちゃうよね。あのお守りがなければひどい頭痛に耐えられない。岡島は少し考え込んでる。なんで出してくれないんですか。だからもうダメってされると欲しくなっちゃう。牧村さんはこの病院を誰に紹介されたんでしたっけ。話をずらす。それ前に聞きましたけど。早瀬真奈美ですけど。真奈美さんで間違いないのね。え、念をされたから僕は懐く。なんだか妙な感じ。そんな重要な話かい。ところで彼女は元気？最近は姿を見ないけど。前もネイルピンクだっけ。こんな色だっけ。最近は姿を見ない。だいぶ元気になったと思います。まなみは今もここに通ってないか。小川は熱心にカルテに書き込んでる。まなみの話まで僕のカルテに書き込む必要あるの。そういえば牧村さん、あの事故の時現場にいたそうね。あれ、これは見たことない展開かな。岡島の言葉に僕は1年前の光景を思い出した。あまりのショックに、教えてくれる。はい。あまりのショックにしばらくは夢でなされ続けた。これも治療と関係しているんだろうか。
あったっけ？なかったような気がするが。最近は事故に関する記憶が曖昧になってきている。幻聴に悩まされているせいだろうか。マナミをかばって身代わりに。ぼんやりとした記憶をたどってみた。けれどもダメだった。まるで思い出すのを心が拒否するように、決定的瞬間の記憶にはノイズがかかっているみたいだ。僕はなだれ、ああ、マミヤ京介くんのことは知っている？僕はなだれて小さく首を横に振った。京介？あのお守りは彼が研究していたものなの。どうしておかじまの口から京介の名前が出てくるのだ。僕は驚いて息を呑んだ。岡島医院を開業したとき、一番初めに訪れたのが京介だった。患者としての来院ではなく、自らが調合した漢方薬についての相談だった。いろいろと話を聞いてみると、独特の調合によって高い不安解消効果が得られるらしい。京介くんは臨床試験のデータが欲しかったみたいなの。あれ、見たかこれ。もう、なんか記憶がなくなってら。どこにでもある草の根を使った漢方薬なので危険性はない。昔にあった薬の復刻版であり、変わっているのは調合方法だけ。見たな。かなりの謝礼金を出してくれることも、開業したての岡島の黒い座だった。それ以来、岡島は京介の薬を守りとして処方するようになった。あの薬、まなみさんも飲んでいたのよ。僕はまた京介に対して嫉妬心が芽生えた。結局、京介の作った薬でまなみは元気になった。無性にイライラする。心なしか頭の奥もずき始める。間の薬は京介くんの調合に改良を加えたものなの。ますます守り欲しくなってくる。改良してる。嬉しい響き。京介が作った薬よりも効果が上がっているということなんだろうね。今もさらに薬効が高くなるように研究中なんだけど。もっと効くようになるんですか。素晴らしい。今もらえませんか。ください。強い薬に頼り始めたらキリがなくなるものよ。確かに分かってるけどな。心の問題は心で解決するのが一番いいの。まあ確かに。小賀島は僕の気持ち全く分かってないよ。僕の苦しみを心の問題にすり替えようとしてる。あなたに積極的なアプローチをしてくる人は何か訴えたいことがあるのよ。このバカ。いや違うんすよ。そういうことじゃないんすよ。僕の話聞いてますかね。あなたが聞いてくれるのを待っているんじゃないかしら。ああ、すいません。難しいかもしれない。でも疎ましいからといって逃げているだけでは状況は変わらないでしょ。時には相手の気持ちに応えてあげることもあっていいんじゃない。おかじまは薬を出したくないようで、何の役にも立たない正論を垂れ流す。そんなに聞かへんよ。代わりとの関係は話しやけど、あれは話し合いでなんとかなるもんじゃないよ。もっと根本的な問題だよ。選択肢、代わりのことが嫌いなんだ。代わりを友人としか思っていない。代わりの気持ちに応えることはできる。これですね。代わりのことが嫌いなんだ。好きな人がいるとか、そんなことはもう関係ない。付きまとわれるのが鬱陶しい。学びのことがなかったとしても、その気持ちは変わらない。だから答えられない。期待されたくない。待たれても困る。話なんかしたって意味がない。何にも解決はしないんだ。待つって大変よね。ずっとセリフとかぶるわ。待ちきれずに自ら答えを求めるような。僕は黙り込んでと岡島は机の引き出しを開ける。出してくれんの。お守りを出してくれんの。そして相手に答えを強いるようになる。ああ、もうそんなにお守りください。お守りを一つだけ出す。あればあるだけ飲んでしまうでしょ。でもこれで様子を見ましょう。割り切れないな。一個だけか。すごく効く薬がある。岡島はそれを僕に出しておきながら、あまり飲まない方がいいという。だったら初めからそんなもの出さなければいいじゃん。矛盾してるよ。岡島のすることは矛盾をしてるよ。とはいえ、今の僕はお守りがなくては安心して生活することができない。お守りは必要不可欠な薬。興奮が顔に出てしまったようで、岡島が心配そうな顔をしている。
きっと僕はさっさと薬を飲んでしまうと思ってるんだろう。選択肢、僕はそれほど短絡的じゃない。僕は何を飲もうと自由だ。ちゃんと言いつけは守らなくては。どれですか。これですか。僕は何を飲もうと自由だ。薬の効き目は確かだし、気にせずに辛い時は飲もうと思った。岡島の心配なんかか、ものなんか。薬は飲むためにあるんだ。薬長。もう、薬漬けだよ、完全に。妖艶の講義もあり、みんなが別室に集まってる。やんややんやと話してるよ。キャンプが終わってからというもの、マスクの様子は明らかにおかしい。今にして思えば、マスクの話をもっと真剣に聞いときゃよかったな。まず今度ちゃんと話そう。そう決めたら別室でダラダラしてるのはもったいない。時間がもったいない。早速マスターのところに行こう。すると青いこぼした剣が飛び込んでくる。マサト死んだ。おい、リアリティのない一言。ビルの屋上から体に火をつけて飛び降りたらしい。なんとも。まあ、いや冗談だよな。でも冗談じゃない顔してるよな。自殺なのか。あいつの親から電話があったの。遺書とかはないって言ってた。火をつけて飛び降りたマサト。マサトの言葉を思い出す。ビジョンを飲むと焼け死ぬってマサトが言ってた。何よそれ。こんなこと。いや僕もよくわかんないんだけど。家族に言われる。飲んだのはマサトだけじゃないんだぞ。そうだ。冷静に言われる。携帯の電源切ってないか。え、あ、来てます。お前にも知らせようと思ったんだけど携帯に繋がらなかったって言ってたぞ。おう、留守電のマークが表示されてる。ああ、マサトの母親からのメッセージかな。メッセージを再生。マサトだ。焦げって何。見るな。俺は渡辺正人だ。何言ってんだこいつ。いや、携帯を握る手が震えてくら。むしゃぶりってやつか。大丈夫だよね。ビジョンを飲んじゃったけど大丈夫だよね。いや大丈夫ないんじゃない。大丈夫よ。一緒に飲んだのに私たちは何ともないじゃない。みんな動揺しているよ。何が動揺しているぞ。みんなよりも早くポルナリフ。え、おっと、話が変わってきますね。俺とマサトは下見に行ってるんだ。どういうこと。その時あいつにビジョンを飲ませたんだよ。ちょっと何それ。あら、まあ、だから俺たちはこれから症状が出るかもしれないんだ。やだ、嘘でしょ。どうしてそんなもの飲ませたのよ。いや、お前何やってくれてんの。だから慌ててもしょうがないだろう。それはそうだけど、アスカ頼りになるぜ。お前は飲んでないから落ち着いていられるんだ。ああ、だから客観的に考えられる。ビジョンはどこで手に入れたんだ。ネットだよ。心霊スポットなんかで飲むと効果がアップするって噂だったんだ。そうか、はい、ビジョンはまだあるか。アスカに言われるも、ケンゴは薬を差し出すよ。じゃあな。じゃあな。また明日。興味深さに錠剤を眺めているアスカは。成分を調べてもらう。なるほどね。どんな薬か分かれば、いろいろ対処法が見つかるかもしれないね。マサト君、何を見ていたんだろう。そういえばあいつ、なんか変な女を見るって。でも、それだと、あの焦げがって違和感ない。めっちゃあるわ。いや、黒い女と焦げ、なんか関係がありそう。最後の、俺は渡辺正人だ。っていうのも変だな。そう。なんか脈絡がないっていうか。錯乱していただけでしょ。そんなこと考えても意味ないわよ。うん。そうね。和子を求めぬブチギレ。真奈美は和子をなだめるように謝った。
いや、何回か見たぞこのシーン。そんな話をしたところでマサダは帰ってこないよ。今はただ、選択肢ですね。マサダの死を悼むことしかできない。マサダが死んだという責任を受け止めるだけだ。サークルが変に影響を受けないか心配だ。これですね。マサダが死んだという責任を受け止めるだけだ。彼は必死に助けを求めてきた。なのにどうして僕はしっかりと聞いてやれなかったのだろう。悔やんでも悔やみきれない気持ちが全身に広がった。家の前で謝ろう。僕はそう決めた。ってことでお通夜。知り合いのお通夜っていうのは本当に実感が湧かないな。明日また会えるような気がするんだよな。焼香して家を眺める。マサトマジすまんかった。ちゃんと話を聞いてやればよかった。ほんま、ごめんな。軽っ。ずっとマサトの両親が何かを話しているよ。君も立てます。君、振っていいですか？マサトに恋がね、趣味があるなんて。そんなないっすか？黒い女というマサダの残した言葉を思い出す。なんか死と関係があるかも。この場で絵を見せてっていうのはちょっと言いづらいよね。明日行ってみよう。はい、帰ってきます。あ、帰ってきたとこじゃないな。集会所の入り口を出てすぐらい連絡するは楽で、蛍光灯が切り替わって目がチカチカする。ふと前方で誰かの気配。何やつ。誰かが止まっているよ。誰だろう。暗くて全く見えねえな。すると、こいつは、そんなバカな。そっくり。青白い顔したマサの目は何か言いたげだ。まさか僕を責めてんの。言うことを信じてやらなかったから。マサと、ごめんて。爪を主張。蛍光灯があって、どうした。もう、誰もいなかった。僕の目にはそれが焼き付いていた。マスターが僕に向けて突き出した爪はまるで暗闇のように真っ黒に染まっていたよ。なんだろうね。なんだろうね。というわけで、木曜日ですね。ここで終わりにしましょうか。今んとこただ読んでるだけなんだよな、話には。新しい展開がないからな、ちょっと不安になってくるよな。まあ、ちょっと金曜日まで多分この調子かな。というわけで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。よくまねでした。また次回。